イルミネーションと雲を組み合わせて飾り付けをしてみました。雲の LED ライトはハロウィン用のものです。三角のランプシェードは黒の色上質紙をカッターナイフで切り取ったり、プッシュピンで穴を開けたりして、裏から半透明の付箋やお花紙を貼って作ったものです。小さい三色の雲はフィンガーチョコレートの包み紙で作りました。雲が入っている箱は色紙に消しゴムハンコで作った雲の巣のスタンプを押し折って作っています。大きくて太い足に節のあるタランチュラはアルミホイルとティッシュペーパー、テグスを使って作っています。足を長くするともっと大型の雲にもなります。壁面には黒いフェルトを貼り、台の上に黒っぽいランチョンマットを置いて飾り付けをしました。